日産自動車の米国部門は9月15日日本時間16日午前9時30分米国先部時間15日午後8時30分にデジタルワールドプレミアされる予定の Z プロと日産 Z プロとの最終ティザーイメージを公式ツイッターを通じて公開した。 Z プロとは次期フェアレディ Z 海外名 370Z を示唆したプロトタイプとなる。日産によると50年の情熱と伝統を現代のテクノロジーと組み合わせ伝説の Z スポーツカーの新世代を開発しているという。日産自動車の米国部門は今回9月16日のデジタルワールドプレミアを控えて Z プロとの最終ティザーイメージを公式ツイッターを通じて公開した。このティザーイメージは Z プロとを正面から捉えたものだ。最新の LED テクノロジーが採用されたヘッドライトが見て取れる。Only a few hours left until we unleash the sharp power of Z. The sharp Nissan Z Proto will be revealed set. 15 8時30分 PM EDT. Set your reminder and watch it live at https://tkoba.ku2tefszpic twitter.comvvwqi5m